ファミマのジーパン、あ、そうか、こういう特徴あるんだっていう。あ、はい、分身がめちゃ小さい。色、糸の色が全部同じ。あ、まあでもほのちゃんって結構それいいとこやと思うけど。そうね、このデザインが可愛い。デザイン可愛いんだけど、ここに入れてほしいな。でもこれ作るのもやっぱお金かかる。でもでも期待に作るじゃないですか。うん、ジーパン見るときにここの縫製見るとかあります？あ、この貫縫いも端っこまで行った方、帯先貫縫い、帯先貫縫い、袖は巻いてるんですか？巻いてる。自分でどうですか？もう本当荒探しみたいで嫌よな。褒めるとこはどこかありますか？褒める。ここが巻いてきてこの左右を合わせたんだったら、なるほど、これ斜めだからどのあたりに持ってくるってのは難しいんですよ。確かに。縫製バーっていうとこまで行って、そっから動くなんていう。で、ファミマの色、青。青。あ、開けました。おめでとうございます。何やら一日早く来てくれたそうじゃないですか。あ、なんで知ってるの？今日は数字入ったんですか？入ったんですよ。お、何歳の？もう32歳です。お、同い年？いやいや、俺の3つ下ぐらいです。もともと何やられてる人なんですか？そこ。で、そこ管理。ああ、システム管理。そうそうそう、そんな人がミシン屋に、なんで？なんで？インタビューしたいな。おめでとうございます。おめでとうございます。クリスマス以来ですね。あ、本当ですね。一人でケーキ食べましたね、ここで。今縫製めっちゃ忙しいっしょ。やばいっすよ。あ、そうですか。めちゃめちゃ忙しいっす。なんで？去年よりもですか？うん、あの、どこもよ。縫製工場は暇です。なんか問題出してちょっと空いてます。いや、あるだろう、今は。問題今、今年は何年でしょう。なんかメリハリがありますね。はい、正解。ここはないけど。なんでこれ？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 これまで。すげえ。エチオセイカって言って。加藤さんに審査員してもらおうかなと思ったんですけど。ファミマのジーパンみんなで見て、あ、これ他のジーパンとちょっと違うなっていうポイントを。ピポンつって、はい、これちょっと違うで、加藤さん的に、うん、まあ、面白い。見てそんな自分詳しくないですからね。つまり、ファミマのジーパン。あなんかあるんですね、違いが。違いがある。いや、そこを見つけるんですよ。どうする、めっちゃ普通じゃった。ネットの記事見ちゃいました。だってネットの記事だって中の縫製までは見てないです。見てない。問題です。左親について説明してください。難しいこと。このデニム。これは右です。大丈夫。あ、来ましたね。どうぞ。あれは言わんで。こっちの方で。こっちクラッカー。縫製バー、縫製バーやっております。久しぶりだけ言うの忘れてた。縫製バー。今日は。ファミリーマートがジーパンを出したということで、縫製がどんな感じなのかっていうのをちょっと見てみようかと思います。で、僕は麻布台ヒルズで買ってきたんで。で、誰が買ってきた？僕が買ってきたんです。太郎くんが買ってきた。はい。東京だったっけ？去年の11月できたばっかりのところで、麻布台、もう港区のめちゃくちゃなんか高級なところに3階かなにファミマがあるんですよ、突然。メモですか？Gジャンも買った。でも見ていいの？見ていい。ファミマのジーパン、あ、そうか、こういう特徴あるんだっていう。何でもいいです。絶対なんかありそうです、ね。そう。5時間ぐらいかから。という企画です、ね。という企画です。はい、金額はいくらだ？金額7,990円。おお。で、それガチ金額ですか？ガチ金額です。おお。まあそうですよね。微妙な金額。まあそうですよね。ちなみにユニクロのジーパン3,990円です。安っ。4,000円とこれ8,000円だから、うん、倍違うんですよ。
みんな見たいじゃない。これあるっすか。あれあります、なんか。なんか特徴ありますこれ。いやいやいや、そこを見つけるのがあれです。あ、見つけるのが。うん、あ、はい。分身がめちゃ小さい。分身がめちゃ小さい。どこですか。帯のとこ。あ、そうですか。男子めっちゃちっちゃく見えたけど。糸が細いですかね。違うのかな。あ、糸細いか。糸細いと分身かも。あ、そうかもしれない。はい、判定。あ、でも12だな。あ、確かにちょっと細いと思う。もう帯だけかもしれんな。12、11か12。切れ目見せとかね。反転。反転、まあ、若干こっちだと思います。はい、球身ぐらいは普通かなと思ってさ。で、まあ基本的にはステッチが分身がね広くなれば、はい、ワーク感が強くなるし、はい、まあ細かくなるとドレス感が強くなるし。はい、そのことも考えてるんですよね。誰も見落としない。怖いな、んか怖い。ファミリーマート様やから、なんか変なこと言ったら怖いなっていう。縫製バー。なんでファミマート作ったんですか。そこがまず不思議で。なんでこれは、あの、僕昨日ネットニュースで見た、あのコンビニエンスウェアっていうやつの一環なんですが、結構出したもんな。あ、そう、うん、僕麻布台ヒルズ行ったらこれだけじゃなくて結構たくさんあるんですよ。あ、ワンピースみたいなのもあるし、代々木体育館、代々木体育館でなんかショーやったっていうニュースが。あ、そうですか。朝のニュースでしょ。結構注目なんですね。いやー、どうなんだろう、みんな行くと見ようかな。ファミマソックスは結構好きだった。あ、はいはい。まあでも多分縫製業の人は裏返したがりますね。うん、そうです。いや、あそこあるだろうって言うと見落としてたらすごい恥ずかしいな。ある？普通ある？なんかある。生地がやっぱり生地感がちょっと違う感じです。なんかちょっと熱風が効いてて、うん、こなれた感っていうか。え、これ何、あ、ダメ出しをする文句。もう正直な気持ちでいいです。でも確かに僕も普通だなと思ったんですよ。普通が一番。普通で7990円ってなかなかあれじゃないですか。あ、確かに。裾もちゃんと勘抜いでいってるんですね。これぶっちゃけどこで作ったの。ベトナムです。あ、伊藤忠さんなんですね。そうなんです。ファミリーマートは伊藤忠なんです。なんか全くアパレル初心者ではないんです。そうですよね、うん、コンバースか。そう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 。あ、じゃあその辺のノウハウあるからっていうので、うん、カーパッチはついてないですね。ついてます。あ、ついてないですね。ないね。カーパッチがついてない。あ、ついてない。本当に主張がないの。ないね。ないですよ。ファミリーマート感が、あのソックスと比べて。ソックスは結構ファミリーマ感があるんですか。あの緑の、うん、確かにそのファミマ感出してくるんだったら、例えばセルビッチのデニムにして、うん、ここの耳をファミマカラーにしたりとか、うん、確かに。カンヌイのしたりとか、うん、ちなみにサイズが M と L だけなんですよ。2サイズ。縫製バー履いてみた。タロコ、いや、履いてないです。試着室がないんですよ。じゃあ履いてみようや。な、うん、色、糸の色が全部同じ。あ、まあでもほのちゃんね、結構それいいとこやと思うんですけど。そう、ね、この上端だけ、うん、あ、そうね、履いてますよね。お、お前な、全部一緒でいいのに。うん、なんでやろ。ヴィンテージや。ヴィンテージだ。ヴィンテージ、そうなんですか。Z の1位かな。Z の1、 Z の1と Z の3でな、なんかすごく違い。帯と前立てとか変えるの。あとポケットのぐるりとか、うん、違うよな。そうだな、うん、あと僕個人的に思ったのは、うん、もうオリジナルのタックボタンとかは作ってないんだよ、うんうん、コンビニエンスウェアとかファミリーマートみたいな刻印が入ったやつ作るんかなと思ったら、意外とまだあまり本数自体、麻布台ヒルズだけですよね、売ってるのは。だけなんです。まだあんまりね、様子見でやってるんですよ、ね。様子見な感じ、様子見なサイズ感が。そうですね。あんまこんなことができるのかな。
いや、まあまあカットできるけど、個人的な個人的な予想でしょう。予想です。でも男女兼用な、男女兼用ですね。ちょっと履いてみようか。お、今日偶然にもファミマとか履いてマジっすか。マジっすか。え、めっちゃ持っとるよ。え、あ、そうですか。めっちゃ持っとる。なんで？ファミカラのデザインが可愛い。あ、デザインが可愛い。デザイン可愛いの結構。はー。プレゼントした。あ、これ？私が。ファミマソックス？これファミマソックス。父の日に。へえ。私が買ったやつ。父の日に。父の日に買った。え、あ、ほのちゃんがファミマソックス買ったんですか。ファミマソックス欲しいなって。気づいてた。そう、あのいっぱい持ってるから。だって小3でしょ。お父さんにプレゼントする？そういや、もらってないかもな。渡すのが待ちきれんくて、うん、父の日10日前ぐらいに渡して。自分のお小遣いをお父さんのために使う子供ってそうそういないと思うんですけど。あ、はいはいはい。あ、いいですね。はいはい。あなたはどうやるのかな。もう一応ワンオシはしてるんです。あっとも変わらないよ、多分これは。なんか、こう色が詰まってる感じ。なるほど。すごく見えます。履いてみてどうですか。小さいな。サイズが、まあ、そう。アオさん的には何か感じるとこあるんですか、他に。ファスナーのところの感度目が上からやってないんですよ。ファスナーの感度目が上から。あ、あるな。あるんですか。あるある。これはこれ、こんなのあるんだ。隠し感度。ここに感度で僕打ってるんですけど、うんうん、あ、結構あるよ。あ、そうですか。めくって2枚、 2枚だけでやるやつ、うん、こんなのめんどくさいだろうなと思って。まあ、まあ、結構あるんですね。結構ある。え、昔からあるんですかこれ。左側には表から感度がちょっと裏意外と落ちたりするから、うん、ちなみにチャムさんもエディさんもたくさん縫ってると思うんですけど、ここ縫うのめんどくさいなとかあります？全然ない。全然。あ、そうです。もし2人で手分けして30枚縫ってなった時に、私ここは嫌だなとかあります？全然。苦手。めっちゃごつい。苦手とかじゃないけど、なんか嫌じゃなっていうのが、まあ、ここがごつな、ごつ、お、こうごつかったり、あ、ここまた下に。その薄い、なんか疲れるしんどいなみたいな。全然全然。このパンツだから。あ、そうですね。うん、クリア。この仕様だって楽勝。楽勝。あ、楽勝っすか。そのミシンが揃ってるか揃ってないかにもよるんですけど、うん、まあ、これも間違いなく揃ってるところで塗ってるんで、はい、いいんですけど、それによっても違いますもんね。うん、あ、そうだ。大元のステッ、押さえステッチ入れるのなんかも大変だと思いますよ、平ミシンでやったら。まあ、そんなわけないですけど、プロは。普通のライトモンスであれだったらいいけど、なんか、薄いちょっと大きい海外用とかのあれじゃん。そう、大変。これ7990円だったら買いますか？買いません。いくらなら買います？うん、もう正直に3900円。あ、ユニクロよりちょっと安い。ユニクロラインだったら買うかなぐらいですか。もう個人的な感想でいいですよね。はい、僕最初 GU っていうブランドがファストリテイリングさんから出た時に、最初990円のジーパンとかを話題で出したんですよ。それに似てるんで、それに見えちゃいます。なるほど、なるほど。仕様とかの、仕様とか、なるほど、雰囲気とか。なんか残念よな、ファミマはせっかく出したからな。確かに。ここに入れてほしいかな。でもこれ作るのもやっぱお金かかる。でも、でも数いっぱい、数いっぱい絶対作ってもいいと思う。一つ目に出せるか。そもそもそのシルバーの色が果たして正解なのか、リベットも含めて。あ、これあまり言いすぎたらな、あれですね。ファスナーは YKK です。このな、刻印がねえのと、虫がシルバーっていうのかな。うん、ああ、ファスナーの虫がシルバーね。確かに。ソックスとかで期待しとるじゃないですか。うんうんうん、なんか、ソックスとかあんだけ展開して、まあ、僕もハンカチとか持ってますし。ハンカチも可愛いよな。可愛いですよね。なんか、あの今治かなと思います。ソックスのあれだけ個性を出したんだから、うん、こっちのちょっとぐらい個性を見せてもよかったのに。コンセプトがあんまり僕の器ではちょっと測りきれんですね。縫製バー。ちなみにジーパン見るときにここの縫製見るとかあります？あ、前前前だって、うん、ここの
ここがやっぱ腕が現れるみたいな。顔。顔。買うとき、見るとき。見るとき。見るときはそこで。ここですか。縫製っていう観点ですよね。はい。デザインとかじゃなくて。デザインとかじゃなくて。縫製ですよね。大股。後ろのバーンと顔を見るような。そう。大股、やっぱここですか。うん。大股っていうか、その、要はこう。そこの小股と小股の小股が折り伏せになっとるかとか、あ、小股が折り伏せ、折り伏せにはなってないですね。てるか、かんかとか、裾が見るよな、裾が見るかな、え、裾がかんぬいか、そう、かんぬいな、うーん、わかんないです。かんぬいの方がミシンが必要だからってです。そうだね、帯かんぬいだけどな、この端まで行ってねっていうかな。なるほど、なるほど。これは個人的にはすごく嫌ですかな。そうですか。あ、この関内も端っこまで行った方、帯先まで、帯先関内、帯先関内の方がなんかあるよ、帯先まで行かずにっていう日がある。あ、でも帯先まで行った方が面倒くさいというか難しいんですか。いや、なんか作り方から変わってくる。じゃあもう先に折ってスタートして最後折って終わるって、その後の工程が楽ですよね。そうそう、玉掛けても なるほど。あれでも下駄はちょっと履くわな、あれだったかな。そうです、帯先まで入れたミシン改造線の履くわな、カシャカシャのやつ、難しいんですよ。あ、難しいんですか。それはミシンが難しいんです、それとも縫うのが難しいんですか。まあどっちも技術がいいな、どっちも。でもジーパンの本質ってあれじゃないですか、あの履いて立った後の面じゃないですか。はい、はいはいはい。もしかしたら、色落ちめっちゃかっこいいかもしれない。色下からグリーンになるかもしれない。ああ、なるほど。今から出てきた、空出てきた。それ面白い。下がグリーン、確かにこの色落ちまでは分かんないもん。シングリで。なるほど、それすごいっすね。インディアスの下から見るよ、すげえな。それ熱いっすね。こういうところの糸積みはなんでせんのだろうな。検品がダメなんだろうって文句書いたらいけんよ。ここ一番大事よな、こういうの。そうですね。あ、気づきました。あ、ここ。もう確かに回線にしたのかな。まあ回線にしたてない。してない。まあ、たまたまこの一着がそうだったのかわかんないですけど。一番大事よな、こういうのってな。うん。顔のところですからね。もう仕上げは通過しちゃっても最悪転倒で切ってほしいですよね。最初侵入するときとかに気づいて。なるほど。これはブーです。あ、いや、そりゃそうなりますよ。押してみてかっただけで。あんまり言い過ぎると自分たちの首が締まっていく。なるほど。小島に仕事が重くなる。いや、いい意見です。でもコインポケットっていらないと思ってるんですけどね。でもやっぱり必要なんですかね。使う人は使うって言うけど。使います？使うらしい。あ、そうですか。うん、デルトのベルト、そうなんですよ。みんなファイルポケットって言うからこれ入れなきゃいけないのかなって考えてるのかな。なくてもいいと思うんですけど、縫製バーで、Gジャンもあったんですよ。ファミマにそこ並んでるやつで、GパンよりGジャンが多かったんですよ、なぜか。そうなんだ。なおさら入れてほしいわな。あ、オリジナリティ。袖は巻いてるんですか。巻いてる。地縫いでとんの。まあでもコバが揃っとる。まあここの胸のところも地縫い入れてますもんね。まあここ難しいですよね。厚みもばらつきがあるし。そうなんだな、ここはな。運針のばらつきが結構あるから。運針のばらつきですか。例えばここですごい詰まってるじゃないですか。あ、はいはいはい、ここで生地進んでなかったってことなんですよ。なるほど。でも僕はこれ人為的なものかなと思うんですよね。ですけど、そこで力が入っちゃって止まっちゃったってことやりとか。段差とかでもないですか。引っかかった、ね。まあここだから段差で多少運針が大きくなったり、段差の後で大きくなるのはここで、なるほど、まああるんですよ。はい、ただここでなってるってことは、まあなんか。もう本当荒探しみたいで、いやよな。褒めるところはどうかありますか。褒めるところね。褒めるところ探しました。褒めるところ探しました。偉そうになんか。7,900円ですよね。いやいや、これね。これは違うんか。9,990円。これ9,990円。1万円。1万円。面倒くさいポケットちゃんとやったのがすごいと思います。ああ、ね。最悪なしでもいいじゃんって。ちゃんとここ袋縫いして。うん、
ここオーバーとかで B じゃなくてちゃんと黒縫いで始末してひっくり返して、ひっくり返した時のアイロンとかって結構ここいやらしいんですけど、それもちゃんとやってるんですごいなっていう。これダメよな。え、あ小島でそれでもいいっていう人多分いないと思います。あ、鳥の巣はないよな。鳥の巣だ。こっちは、あ、こっちから縫い始めた。そうでしょうね。なるほど。ダメ、ケチバつけてしまう。あ、でもこれは見える。これ袖巻いてるのは別に問題ない。あ、そうです。でも海外でも袖巻く仕様ってあるんだなと。結構ある、ね、例えばインターロックでつけるのもありますけど、インターロック押さえステッチっていうのは、うん、巻きで一発で巻けるんだったら一発ですからね。そうですよね。ベトナムにも巻き、ここは和紙、あ、玉巻き職人で、あ、はい、ここが巻いてきてこの左右合わせとんだったら、うん、まあ、やるじゃん。なるほど。確かに。これはね、皆さん多分絶対ずるもんな。わ、はい、かるっすね、うん。そうですね。こう巻いてくるとな、こう巻いてくるから、うん。絶対揃わんのよな、うん、右左。しかもこのカーブに対して切り替えが垂直だったら分かりやすいんですよ。これ斜めだからどのあたりに持ってくるってのは難しいんですよ。確かにパンクせずにこれ、この辺かなって合わせるのが左右でその目付けの位置がちょっと変わってくる。垂直だったらもうパンって垂直に入れるだけなんですけど、でもそんだけ綺麗に揃ってたら自分に入ってるのかなって思いますよね。そこに気使ってスピードを落とすこと自体が嫌ですからね。多分地縫いデータはと思う。デニムはなと。僕昔なんでジーパン、ジージャンってここカフス短いのかなと思ったんですよ。僕長いってやってるんですけど、なんかシャツっぽくこう長くしたらいいのかなと思って。でも短いのが多くて。折り返すか。ああ。カロコはシャツっぽく。うん。うん、そうか、折り返すから。ここと同じなのかな。大体同じやな。同じですよね。で同じラッパで行く。はいはいはい。でもこれはなんかこっち缶縫いでこっち本縫いだから。本当だ。別にしてるんだ。多分工場の人員の配置、人数とかミシンの数とかそういうのに影響されると思うんですけど、本来は一緒に行きたいところですよね。同じ帯入れのラッパで一緒に行きたいところ、これそんなに入れにくい感じでもないですからね。しかも汚いよな。汚いですね。本当だ。ここにも鳥の巣が。こういうのはもうその先、この先、この襟とかにも一番大事なところが、あ、なるほど、ここが汚かったら見ますもんね。当時の、はい、大量生産の背景の中で作られたものだったら、そういう雑な始末をそのまま残してるところって時代的にあったと思うんですけど、僕がこっち岡山とかの熟練の工の人のやつを見てると、そういう細かいところちゃんとやるんですよね。だから日本製ってあれが保たれてきたんかなっていうのも僕は感じて見てますけどね。そんなに気にせえへんっていう人よりも、いやこれ気になるよなっていう方の方が熟練工さん多いんじゃないですかね。なんかこの後何もないな。ないですか。トロさんありますな。いや、しっかり肩巻いてるなと思って、でオーバーロックが少ないなと思って。まあジージャンだったな。ジージャンの案外ね、うん、ケットのベッドランまあ、ここの裏の字ところとか、はい、卵のところぐらいオーバーするんだな。なるほど。これはいいんですか。あ、これ、うん、ここは別にオーバーしなくてもいいのかな。いや、するな。なんかでもするのとせんのがある。あ、そうですか。もうここまで入れ込んだら別に、うーん、オーバーしとって加工したらあの当たりが出るの、そういうのでしてそうするしかないです。そうですか、うん。ちなみにこの襟の角度、これもっと細くとかできたりします。あ、結構丸いですね。丸いですか、うん、あ、そうです。 この角度何度まで鋭角にできるんだろうなと思ったことです。生地の厚みによってはこのデニムこういう生地だったら30度までいけるのかな。なんかファミマっぽくないのは逆になんか主張があるのかなとかちょっと思いましたけど。
うん、ソックスみたいにファミマ感を出すのが普通じゃないですか、うん、ファミマの企画部が企画してんねんよな絶対。お、もう丸投げでありもんで、うん、なるほど、ネームだけつけとってくださいよ。あ、よくある、ネームすらないんだ。言われたらネームすらないですね。だから選択ネームに入ってるぐらい、ここに入ってるぐらいですね。それだけ取ってくださいっていう。なるほど、あくまで推測ですけど、あんな可愛いソックスとかあんな作るのにな、うん、これはタッチしてねえよ気がする。なるほど、変かな、こんなに悪口言って。いや、タッチしてないな、さそうですね。この辺に個人的見解です。コンビニで買えるっていうのが売りなのかな。まあ、裏側は見えないですからね、その背景が、こんな推測はするしかないですけど、あと、まあ、まだコンセプトの段階、そうですね、なんですかね、なんかね、ファーストサンプルみたいな、あ、最初。なるほど、いくらの中に、これ1万円ですけど、値段的にはまあ安いと思いますけど、ね、あ、そうですか、まあ確かにそうか、うん、そうか、ジージャン、生地がちょっといいかなって、あ、生地がいい、ネップ入ってて、ちょっと、切れすぎないところがいいかなって、そうやって見たら荒々しい縫製も、はい、まあ、雰囲気を出してるという点では、うん、そこに魅力を感じる方ももちろんいらっしゃるでしょうし、うん、まあ、狙ってないでしょうけど、ね、多分小島のファミマには洋館ではな、あ、それはそうですね、ネット検討もこれ、なるほど、ありがとうございました。こんなに偉そうに言っていいの。いや、率直な感想ありがとうございます。なんかコメントも来るかもしれない。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。お願いします。ぜひ食べてってください。ありがとうございます。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。